多分僕をしないから、ねうん、っ貴様を殺し 征服するのに、何をしたらいいか、よく分かっていない。確かに。何すりゃいいんだろう。うわから。あ。クレッドブレイザーは。じあの。なんて言うんだろう。もう、すごく頭がいい人。ね。はい。クレッドブレイザー、やっぱり、こう。人間を滅ぼすのが、やっぱりね、地球征服にとって、こう。まず、最初の足がかりになるんじゃないですかね。うん その通りだな私はとにかく強いからなやっぱ強いんだグレートブレイズもボス感あるもんねねえちょっと強いんですね硬いしあああお,お花がお花が見えるお花が見える外的刺激に弱っ そうだね。やっぱり、生まれ持っての資質かな。はい、諦めます。スーパーモデル、えスーパーモデルの宮上さん、えなんど、どうしちゃったの、これ、えなんか、でも頭にこう、ね、手乗っけて、こう楽勝感、から、これやっぱり。リラックスしてるのかな、なやっぱスーパーモデルともなると、腹筋の力で、これでもね、リラックスできちゃうってことなのかな。 そうですかね見守りさんスーパーモデルの見守りさんめちゃめちゃ辛いよめっちゃ辛いのこれなんでやってんのこれ何どういうことあ鍛えてるとかそういうことなんでそんなポーズなんですか朝起きたらこうなってたんだなんだこいつもう、まあ、本当に 申し訳ないといと本当なんていうか、謝っても謝りきれないというところもあると思うんですけど、まあ、僕もちょっとこう急いでたというか、やっぱちょっと気が、気が動転してたと言いますか、もう本当に、なんて言うんですかね、もう今じゃ信じられないな、あの時の自分、何だったんだろうっていうぐらい本当に気持ちが去ってて、もう本当になんかこう、 不注意もあって、こういうことになってしまったということをですね、また謝りたいなという、あの、所存で、本当にもう、どう謝っていいかっていうのも、今ちょっと、気が動転してて、なかなかこう、思いつかないとこではあるんですけども、もとにかくこう謝りたいという気持ちがあるということをですね。 あの、先輩には知っていただきつつ、あと、おい時計よまずあ、どった方がいいっすかそうだろう。そうだろうよ。あの、ほんとね、なんかこう気持ちが先走ってしまったというか、ほんとね、 もう早く謝りたいという、こう、自分の気持ちをやっぱり言う、なんていうんですかね、やっぱ自分の嘘もつきたくないというかあの、とにかく早く謝らなきゃなみたいな気持ちがあって、まあ、こうなっちゃったのかなっていうところは、正直謝罪をさせていただきたいなというところですね。あ本当、自分の、自分の嘘つきたくないなっていうところもちょっと強くありまして、ね、うん いやさいや、被害者こうなってるときに自分の気持ち優先させんなよなまずどけよえー、なんでずっとお前、せめて降りろよじゃあそっからさなあ。あの本当に、まぁ本当そこの、まずどけよって言われるっていうところも、本当に甘んじて受ける入れるんですけども、本当に。 そこも先に謝りたいなっていうその、まずどかなかった自分というものをこうなんか先に謝りたいなっていうのもありますし今、そのままの状態だというのもこれ、をなんか肯定するのもよくないなというのもありますし、えー、ありますしじゃないよ、もうなんで早く

もういいです。まずいんで。いやいやちょっと待ち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 待あのちょちょ匂いだけか匂いだけ。あなんか蜂蜜蜂蜜をね蜂蜜をね塗ってみたんだよねどうかな。あなんか美味しそうですね。で気ょ ししょししょ,かし,し,ょしがみしがみどうかなちょっとあじゃちょっと失礼してあ,ーありだなこれうん助けてねあっ きれいなバラにはトゲがあるって知ってるかいあ聞いたことありますねうんなんかいますねえじゃあきれいじゃないバラにはトゲがないんですかねあるねなんだそれあっすごい 剤だよそりゃしゃあなしあギャラクシーさんだギャラクシーさんだねおおギャラクシーさんうんかたしくなるねギャラクシーさんあなんか薬とかやったのかなギャラクシーさんうーんギャラクシーさん、うんギャラクシーさん、うん

新しいものとか、うんなんかまあ、今流行ってますよみたいなとか教えたりねしてるんですよね。え？いつもお世話になってます。